コウジです。今回も再現した路面電車を紹介します。フランよ。今回は高性能路面電車とおまけの紹介よ。早速始めるよ。まずは名鉄の870型です。1965年に登場した元札幌市交通局の車両で、1976年に名鉄が購入した車両ね。それ、デザインと配分はこれ。赤単色、わかりやすいですね。さすがにこの車両に、白帯はなかったみたいね。次は嵐電モボ611型です。1992年に他の車両の部品を流用しつつ、製造された車両ね。そそ、デザインと配分はこれ。今日紫一色、観光地で走らせたいとそうですね。始まる A 列車で観光地の景観の問題が出たら、こういった落ち着いた色の車両を走らせると良さそうね。次は都電8500型です。1990年に登場した、当時28年ぶりの新車だった車両ね。見たいね。でデザインと配分はこれ。前回の7500型で使用した色を参考に作成しました。ちなみに再現したのはライトの位置的に8502号以降になるわ。次は伊予鉄モハ5000型です。2017年に製造された協定商社の最新車両ね。そうだね。でデザインと配分はこれ。オレンジは前に紹介した51号と同じ色です。始まる A 列車で路面電車が出るなら、こういった協定商社も出てほしいわね。次は越前鉄道 L 型です。2016年に製造された、キーボ、という愛称がある協定商社の路面電車ね。それ、でデザインと配分はこれ。先ほどの5000型とは違い、黒の配分はすべて15にしました。これは見た感じそこまで色が濃い印象を受けなかったからです。いろいろ気になる人はそのあたりの調整をこの配分を参考にしつつ、各自お好みの色に調整してみてね。次は長崎電気軌道3000型です。2003年に製造された提唱車の路面電車ね。そそ、デザインと配分はこれ。高性能路面電車でデザイン B を使用する再現車両は、他にいるのだろうか。デザイン A は該当する車両がいないし、モデルはどの車両なのかしら。さてここからはおまけです。第09回目で紹介しきれなかった初期型路面電車の再現車両を紹介していきます。では行くぞ。まずは長崎電気軌道150型151号です。なんと1925年製造。王子電気鉄道400型としてデビューし、東京都電、ワコネ登山鉄道を経て長崎電気軌道にたどり着きました。複雑な経歴だね。でデザインと配分はこれ。窓周辺の色がそれ以外の色に混ざっている気がするのですが気のせい。確かに少し青が配分より目立つような。気のせいか。次は熊本市交通局5000型です。1954年に製造された、元西鉄福岡市内線で活躍していた車両ね。1976年頃に熊本市交通局が譲り受けているわ。見たいね。でデザインと配分はこれ。この塗装は西鉄時代のもので、復刻塗装として熊本市交通局で走行しているわ。2020年11月現在でも活躍中だわ。次は広島電鉄650型、653号です。1942年に製造された車両で、653号は昭和20年頃の塗装に戻して、臨時などで運行しているわ。そそ。でデザインと配分はこれ。非常に渋い塗装で、都会的な街並みで走らせるといい感じに目立つと思います。後述する車両や、他の650型と一緒に走らせるといいわね。次は広島電鉄2000型です。1960年に製造された二両固定の車両ね。A 列車 3D、PC ではそこまで再現できないけど。まあしゃあない。でデザインと配分はこれ。やっぱり他の広島電鉄の車両と合わせて走らせるのがベストなのかな。二両一緒に走らせれば、実際は渋滞しているだけだが連結しているようになって、実物っぽく見えるかもしれないわね。次は嵐電モボ501型です。1929年に製造された車両で、2016年から103号を除いてこの強紫色に変更されたわ。そそ。でデザインと配分はこれ。先ほどのモボ611型と同じく強紫一色です。モボ611型と一緒に、紅葉が映えるマップで走らせるといいかも。個人商店とかを並べて古風な街並みを作って、そこに走らせ紅葉と一緒にスクショを撮る。いいね。次は静岡鉄道清水市内線モハ65です。1927年製造の、西武鉄道新宿軌道線で活躍していた車両を1936年に購入し、1956年に交代化。路線廃止まで活躍していたと思われるわ。ここで西武が出るとは。でデザインと配分はこれ。なんだか急行や特急などで活躍していても、違和感がなさそうな配色ですね。2020年現在は、元 JR 貨物伏木ヤード跡で保存されているみたいね。こういった歴史ある古い車両は、その土地の歴史を学んだりと、何かしら活用してほしいと思うな。めっちゃわかるわ。今回はここまでです。
高性能路面電車6種、初期型路面電車6種を合わせて、12種紹介しました。機会があるなら、まだ紹介していない再現した路面電車の紹介か、電車や貨物列車などを含めた再現車両の紹介になるわね。まだ紹介していない、再現した電車もそこそこあるからな。この動画に関しての質問、感想などがある方はコメントをどうぞどうぞ。ご視聴ありがとうございました。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してね。